おはようございます。あやや、はい、あやさん怪我した翌日になります。はい、今日はそんなあやさんの寝るまでの様子を密着取材したいと思います。ちなみに松葉杖、病院からお借りしました。ここ本来くるぶちあるはずなんですけど、ポンポンに腫れてて分かりません。で、お医者さん的には緊急で行ったので専門家の人がいなくって、とりあえず捻挫っていう診断で、明日専門家のところ行って診断っていう形ですね。言っとったよな、骨折の確率はゼロではありませんって言って。ちっちゃい子はね、なんかね、骨折なのか捻挫なんか分かんないんだよね。ちっちゃくないよ。うん、これでもちっちゃいんて、その前髪自由自に動いとるけど。はい、じゃああそこでまだご飯食べてる子がいますけど、一日追っていきたいと思います。はい、ちなみにハヤは勉強してます。うん、今から上上がるけど何がいるの？と日記と、日記帳どこ？机の上。机の上。あと計算のセットと、計算セットはどこにあるの？だから全部上って言って、うん、であとはあの普通の筆箱、普通の。知らんわ。通じたのかな会話今まで。そう、これでよろしいですか？合ってますか？確認してください。これいらえ、なんで筆箱って言ったじゃん。こっちの方がいいやん。携帯取って。本当に、うん、携帯取ったよ。はい、ちょうだい。取ったよ。はい、ちょうだい。取れへん。早く。あ、どこ行くの？あれね。はい。どうやら客料やね。どうせんだっけ。ちょっと先下ろして。でも昨日より大マシだったな。足が、動きが。痛みが。寝だといいやな。お嬢さん、あなたは何を引きずっていくの？ちょっと私のようにやめて。あー、これ、ここ一番怖いんだよな。なんでこれバリアフリーじゃないねん。でもないやん。いや、どれ話するの？怖いって。もうやめてよ。いってらっしゃい。ママの代わりついてくって。やめてよ。あおち、にゃにゃ。もう嫌だ。問題はそこないの？うん、怖い。アイドルいっぱい。もう足元絶対どけとかんと危ないよこれ。もうちょっと目の前かな。もうちょっと何そんな助走つけようとしたの。足、いや助走つくな、真面目に。もう松葉杖を使いこなしとる。疲れた。疲れたって言うのか。いやいや疲れた。ずーっとアンパンマン蹴飛ばしてるけど。あー、どうしようこれ。珍しく仲良く遊んでおります。来てきたの？はい、実は今日日曜日でお墓参りの日でした。なんですけどその足じゃいけないのでお留守番になりました。カノとあやさんとママで。あ、でもな。何ちょうだい。欲しい？あなたおやつ食べたもん。うん、な、運動しずに食ってっとるよな。うん、それさ、怪我治ったらまたぴょんぴょんする？慎重に。なるほどね、慎重にね。こぼさいんね。かのさん、お姉ちゃんにべったりです。ただね、ダメな方の足にねすがりつくんですよ。かのちゃん、お姉ちゃんに一言どうぞ。ねえね、うん、ねえね、今おいしい気持ってきて。今調子いい気持ってきて出そう。はい、あのかのさん、おもちゃを探してて姉ちゃんに探してもらいたいそうなんですけど。
ママ知ってます。今どうぞ。笑っとると余計やられるよ。姉ちゃんが怪我しとろうが何しようが私には関係ない可能性ですね。どうだよ。無理ですね。今ぶつかったよ、自分ね。ベーで、どうするの？そうそう、ついつい前出して。多いね、うん。カモさん、それ姉ちゃんの椅子。あ、カモちゃん。どいてって。どいてって。ちょん。やっうわ完全に遊び道具化されてますね。こっち側はいいんだよね、反対側が痛いんだからね。冷たいらしい。あ、冷たいわ。確かに手冷たいわ。冷たい手で冷やしてくれとるんやな。うんって言っとるよ。お食事です。今日はラーメンでございます。なんとあやさんの足、かまさんに蹴られるそうです。ちょっとママと場所交代かな。とうとうケンケンで移動するようになった。へっちゃー、大丈夫？足だいぶ痛くなくなってきた。よかったね、それが捻挫やったらいいね。捻挫やったら、うん、ねえ、ちょ、いってらっしゃい。引っかからんといてよ。はっはっ。松葉杖を使うことを諦めました。怪我はしていても食欲はそのままあります。ちなみにカステラ持ってきました。寝た。夕方になりました。もうそろそろお風呂の準備したいんですけど、あやさんなんか発見したことがあるそうで。これやばい、青い。ママ、なんでそこを上げたままなの。映らんねんけど、ちょっと横にパッタンしてよ。はい、これ青字ですね。なんで、な中に出血するの？そう、内出血してますね、これ。朝と比べてまたますます真っ青になってきました。筋ぶっちんやってポッキンやったんかな。骨折？はい、じゃあちょっとお風呂入れる準備します。はい、あやさん今お風呂中です。相当手こずってるみたいですね。おかえりなさい。どうでした？お風呂気持ちよかったですか？もう二度と入りたくない。何が一番大変でした？濡らしたらあかんこと。その次は？その次、足使えんこと。まあ、とりあえず諦めてください。明日学校ですよ。楽しみやね。あなたの先生は何て言うでしょうかね。ママ、これじゃない。もう痛い？まだ痛いの？僕や、何したの？何したの？何もしてない。もうトランポリンやめますか？いやいやいや、あのトランポリンどうするんだな。まだやる。今日は昨日までね、今で寝ております。はい、はい、はい。しかもテレビ見ながら、はあ、本見ながら超くつろぎお嬢様モードでございます。イエイイエイじゃないじゃあママちょっとお仕事しますので、編集してますので、後ろでマジ編集？編集してます。あんたあんま行きなさい。この寝癖なんなの。はい、おやすみなさい。バイバイ。おやすみ、はよおやすみでーす。こうだ、こういうのがグニって。しっかりこれグニってるね、たぶん。あの、打った時があまり覚えてないみたいで。骨端線っていうところがあって、子供が分かれてるんですよ。はい、まあ、ここにちょっとこう横の線あるんですけど、はい、
これ多分その骨端線のひびでしょうね。ひびなんですか。元からある線とかじゃなくて、元からある線にしてはちょっと太いんで、うん、そんなにボキッと折れたとか普通の変な骨折ではなくて、ちょっとそこのところを痛めたやつなんで、これね、ギブス巻いた方が早くなる。巻いてください。